阪神、前川右京に岡田監督が苦言、明らかに期待の裏返しだと話題に WWW。 阪神出キャンプ13日、高知、秋、阪神、前川右京外野手20、バフリー打撃で75スイング中7本の柵越え、バックスクリーンを超える特大の打球も放ち、いい打ち方ができて、スピンの回転も良かったと手応えを語った。公式2年目の今季は5月にプロ初昇格し、33試合に出場するも8月に体調不良で登録抹消、以降も手荒れ実戦から遠ざかった。岡田監督はそら戦力になると評価しつつ、 A と D に手がとか体調不良になるからなと指摘。前川は来年楽するように見つめ直したいと誓った。実際スイングスピードはめっちゃ速いからな。一軍でも打ててたし、来年は1年通して出てくれ。悔し涙流してたの印象的だったな。まだ若いし伸び伸びやってくれたらそれでええよ。前川、井上、野口、この3人でレギュラー争いか。順調に若手が育ってるの嬉しいな。外野で苦戦苦すぎてなかなか使えないのが悩みだな。センスは球界でもトップだよな。マジで阪神黄金期来るわ。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。